はい、エルカチャンネルのショーです。今回なんですけど、またムーブのオイル点検に行きたいと思います。何回目か忘れました。4回目5回目かな特に今回もランプはついてないので、どうなのか分かりませんけど、オイル以外にもですね、時期的にですね、冬になりましたので、スタッドレスタイヤの方もお願いしに行こうかなと思ってます。それではレッツゴーよー、エルカチャンネル。エルカチャンネル。はい、車屋さんに行ってきました。それでオイル調べてもらったんですけど、最初あれ減ってないねっていう話になってですね、あ、じゃあいいのかなと、今回ので終わりにしようかみたいな感じで、いつもオイルの補充だけだったので、今回はがっつり抜いて入れましょうかってことになったんですよ。そしたらですね、あれみたいな感じの声が聞こえてきまして、なんだろうと思いましたら、あ、全然ないですねって言われました。で、オイルの量がですね、3分の1くらいかなしかなくてですね、あ、やっぱ減ってますねと話になりました。ということでムーブは修理をすることになりました。部品が届き次第ですね、修理に入るってことなので、しばらく待ちたいと思います。で、一緒にですね、スタッドレスタイヤの注文をしました。雪がですね、降るか降らないかはわからないんですけど、降ってからじゃちょっと遅いので、もう早めに準備をしようかなと思ってですね、頼んできました。スムーズに終わるかなと思ったんですけどね、やっぱ修理ってことみたいですね、ムーブは。エルカチャンネル。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。